歌マップをご覧の皆さん、こんにちは。僕のリークのボエミです。今回1月25日にニューアルバムノアズアークをリリースしました。今回ですね、聖書のエピソードノアの箱舟になぞらえたストーリーで救いをテーマにしたアルバムになってるんですけども、これがですね、なんていうんだろう、僕がこう普段暮らしていて、すごいこう情報の洪水に溺れてるんじゃないかなと、僕たちがそういう状況にあるんじゃないかなというふうに思って、今回このテーマストーリーをチョイスしました。今回収録曲の中で特に気に入ってる歌詞のフレーズがですね、ノイズフルワールドという楽曲がありまして、その中のサビの始まりがですね、何にも知らないっていうところがあるんですけど、この部分をちょっとそのスタッフさんとかと一緒にいるときに、何かわからないことがあったときに、こうみんなでこう口を揃えてこの曲を歌うっていう、みんなで何にも知らないっていうのをアピールしていくっていうのが最近こうブームになってますね。それがまあ今回収録曲の中で一番お気に入りのフレーズと言っても過言ではないと思います。はい、今回大学生活1年目を終えての感想、そうですね、4月から大学生になることを夢見てるファンの人たちがいるんでしょうね。そんなに期待しすぎない方がいいかなという気はしてますけどね。まあ、僕はそうでしたね。あんまこういうところで嘘ついてね、大学は素晴らしいところですとか言ってもこうあれだなと思うので、結構まあそういうあれのままの感じで、そんなに楽しくないかなと、まあ、僕は僕はそんなに楽しくないです。2017年の抱負なんですかね、もうこう本当にやりたいことを全部頑張ってやるぞという気持ちでいます。まあ、3月から全国ツアーが始まりました。これ初めてなのですごくこう緊張しつつも、まあ、各地で美味しいご飯が食べれるのかなと思ってすごく楽しみにしています。具体的な詳細日程などは、まあ、ぜひホームページやツイッターなどをチェックしていただければなと思います。そんな感じで、以上僕のリリックのボヨミでした。ノアズアークぜひたくさん聴いて楽しんでください。ありがとうございました。